朝鮮労働党総書記である敬愛する金正恩同志が、社会主義建設の骨の折れる部門に志願進出した青年たちに28日、祝賀文を送りました。金正恩総書記は祝賀文で、偉大な我が国家の復興のための戦いが繰り広げられている激動の時期に、社会主義建設の骨の折れる部門に積極的に志願進出して、党の呼びかけに追加をもいとわない、朝鮮青年の革命性と戦闘的気概を世界に誇り示している青年たちの愛国的快挙を高く評価し、温かい祝賀と伝統的挨拶を送りました。金正恩総書記は、党の意志についてゆくという同じ夢と理想を持って、懐かしい家と繁華な都市を離れて、誰もがためらう職場や不慣れなところに人生の怒りを下ろした青年こそ、社会主義朝鮮の自慢で力であり、我が時代の青年愛国者である。第8回党大会以降、志願熱気が非常に高揚したのは、我が青年の美しい人生観の発言だ。世界の至るところで青年たちが、貪欲と享楽だけを追求し、首都へと都市へと移るとき、首都市民省を派遣場に変えて、丹田や農村に進出し、都市を離れてプロジェクト建設現場に、島に躊躇なく進出する青年たちは、社会主義祖国の懐で育った朝鮮の青年だけである。懐かしい家と繁華な都市、恋しい父母兄弟と別れて、並ならぬ苦労を覚悟すべき部門に志願進出したあなたたちの高潔な精神こそ、血肉と別れて吹雪荒れる地で、雨露に濡れ野宿しながら血を流して戦った抗日革命闘士の気高い精神の輝かしい継承である。振り返れば、我が革命の高揚期はいつも青年の燃えるような志願熱気から始まり、この志願爆風はいつも国中に革命熱風、愛国熱風を呼び起こして激動の時代を生んだ。山へと海へと開発地へと青年を呼んだ党の呼びかけに応えて、険しい山並みや透ける海を青春の住処とし、尊い汗を流した青年たちの限りない忠実さと献身的熱意に支えられて、廃墟にモニュメンタルな建造物が雨後春巡のようにそびえ立ち、この地に伝説のチュンリマの時代、労働党時代の大繁栄期が開かれた。国が試練をなめるとき、我が祖国がまた一段の跳躍を求めるとき、党と革命が呼ぶ第一線に躊躇なく進んでいった不滅の一人で、山河を揺るがした奇跡の青年神話は決して追憶の中にある過去ではなく、今日も我が革命が前進し続けられるようにする原動力となっている。全世代が創造した革命精神、闘争気風をしっかり受け継いでいく青年の大舞台を持つ国家は、永遠に老衰を知らず血気旺盛な若さで飛躍し前進するものだ。朝鮮革命の初期に熱血の青年革命家たちが描き見た共産主義社会は、まさに労働党の呼びかけに限りなく忠実な愛国青年の粘り強い闘争によって必ず現実になるだろうと述べました。金正恩総書記は、骨の折れる部門に志願進出した青年の皆が、党の真の息子娘らしく、愛国的熱意と闘争気概を引き続き高揚させて、前進する大河の先頭で、祖国と人民が記憶する英雄青年として名を馳せるものと固く信じるとし、愛する我が青年たちの将来を温かく祝福しました。三温セメント連合企業所に、朝鮮労働党の熱い恩情が施されています。敬愛する金正恩総書記は、5カ年計画の初年度の課題を実行するため増産に励む三温セメント連合企業所の労働者に、またもや恩情こもるプレゼントを贈りました。企業所の労働者皆は、総書記の大いなる信頼と愛情を胸に、歴史的な第8回党大会と各闘争会の決定を先頭に立って実行する強い柱、先駆けの栄誉を輝かす決意に燃えています。青年デー記念ステージ、愛国青年の異様を轟かすが、29日、
平壌市青年公園野外劇場で行われました。朝鮮労働党中央委員会リードソン部長と社会主義愛国青年同盟中央委員会ムンチョル委員長をはじめ、青年同盟の活動家、青年デー記念行事の参加者が鑑賞しました。出演者は敬愛する金正恩総書記に導かれて、主体的な青年運動の誇らしい歴史と伝統を輝かし、革命の新たな勝利を目指す歴史的な進軍で、奇跡の青年神話を生み出す青年前衛の揺るぎない信念と意志を歌い上げました。機械工業部門で上半期にも特注設備の生産に総力を傾けています。連村機械連合企業所では、フンナム肥料連合企業所などに送る特注設備の生産に拍車をかけています。現存の設備と技術力で高性能のコンプレッサーを製作するため、労働者と技術者は技術革新に励んで本体の加工を終え、内面構造が複雑な鋳造品も素敵に作りました。提案重機連合企業所の技術者研究者は、各種部品の加工速度を高められる科学技術の成果を取り入れて、毎日の発電設備の生産計画を達成しています。ダナム炭鉱機械連合企業所、学音機械総合企業所などでも、経済各部門に送る特注設備の生産で成果を収めています。著存の各出版社から人民の文化生活に役立つ新刊が出ました。文学芸術出版社から、チミドロの抗日戦争を導いて祖国解放の歴史的意義を成し遂げた偉大なキム・イルソン主席の業績を見せる小説シリーズ不滅の歴史の続編である長編小説苦難の行軍、東満川地区などの増補版が出ました。偉大な金正日総書記を偲ぶ人民の思いが込められた革命伝説を綴る北東光明星伝説編の千年の古木に花が咲くが出ました。敬愛する金正恩総書記の次の世代への愛情を芸術的に描いた短編小説集希望の翼もあります。長編小説火の丘で、瞬間は一生より長い第1、2部と、中編小説集自分を信じて、叙事詩集情と愛の歌なども出されました。クムソン青年出版社からは、長編実は魔導さん、長編小説母の声など多くの新刊が出ました。勤労者団体出版社、科学百科事典出版社など各出版社からも、人々を知識型の勤労者、新しい文化の創造者に育てるのに役立つ新刊が出ました。諸村の大学生が科学探究に励んでいます。今年、大学生の間で1000人以上の大学生科学探究賞の受賞者が出ました。キム・イルソン総合大学の学生が、自動制御分野の制御技術の開発のための理論的問題と実践方法の解説に寄与したことをはじめ、経済各部門での近接な懸案の解決で成果を収めました。平壌火力発電所に出たキム・チェク工業総合大学の学生は、労働者、技術者と力を合わせて、発電機の冷却に必要な自動制御システムを完成し、電力生産の正常化と安全性を科学技術的に裏付けました。平壌建築大学の学生は、サムジヨン市の建設など重要プロジェクトの設計で高い実力を発揮しました。平壌医科大学、ハムフン薬学大学、コリョソンギュン館、キムヒョンジクシアン大学、平壌交通運輸大学など各大学でも、多くの大学生科学探究賞の受賞者が出ました。一方、キム・イルソン総合大学と理科大学の学生は今年、国際的なインターネットプログラムコンテストのコードセーフチャレンジコンテストで何度も優勝しました。以上でこの時間のニュースを終わります。カンソニがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。電力生産に励む。
工業部門の労働者が国の経済発展と人民生活の向上で受け持っている責任と本分を全うすることに励んでいます。プクチャン火力発電連合企業所では、増設された発電設備をスタンダードで管理して多くの電力を生産しています。企業所では発電設備の補修計画を綿密に立て、自力で必要な設備と資材を賄うなどして大補修工事を短期間に終えました。羅村青年発電所の労働者たちは低落差発電所を新築して発電能力を高めています。電力工業省の電力工業研究所では、電力生産に役立つ価値ある新技術を積極的に開発し取り入れています。研究所ではフレキシブル交流送電系統の構築のための設計を自力で終えて、送電装置の製作に本腰を入れています。トンデウォン区域送配電所では、区域内の機関企業と住民世帯に電力を中断することなく供給するためのイノベーションに力を入れています。チーフエンジニアのキム・ヨンチョルさんの話です。チャーボンドリゴ기술팀의수준을높여주기한그기술학습을더싸고들어서현재그유명인의스킬업업のための技術学習に力を入れているので、価値ある技術改造案とアイディアが次々と発表されています。節電効果大の超音波溶接機も製作され、トランスの温度センサーを取り入れて今設備と技術の管理に役立てています。このように電力工業部門の労働者は人々に明るい光を与えるため励んでいますが、これはそのまま電力増産へとつながっています。電力生産に励む、高大氏とお話ししました。では電力生産土台の整備と補強についてお話しします。朝鮮労働党第8回大会では、現段階での経済戦略は整備戦略、補強戦略と規定されました。そして主な経済部門別の整備と発展の方向が示されました。これに従って電力工業部門では、当座の電力の需要を満たすための増産運動が展開されていますし、科学技術に頼っての生産土台の整備と補強が積極的に推進されています。火力による電力生産を増やすのは朝鮮労働党の意思です。今火力発電所ではボイラーとタービン発電機の大補修に力を入れています。そして設備の性能を改善して、その出力を高め、熱効率を引き上げています。過去には火力発電所も多く建設されていますが、この水力発電所では災害回復の段階別目標を科学的に具体的に立てて、発電設備の大補修を質的に行っています。これとともに7月と8月の雨季の被害防止対策を優先させ、水力構造物の補修と整備を行っています。送変電部門で設備を質的に補修し、電力系統の整備と補強も推進しています。電力工業の生産土台を強めるのは資金と手間が多くかかることです。しかしいかなる条件にも対応できる生産土台の構築、これによって現行生産と展望生産が保障されます。自立経済の基本の原動力である電力生産を増やすのは、経済建設を推し進め人民生活を向上させるための先決条件です。はい、電力生産土台の整備と補強についてお話ししました。